シューティングバーお隅にようこそ。みんな元気でサバってる？最近は嬉しいことに小さい女の子たちまで私の名刺をもらいに来るわ。だから私心に誓ったの、もう下ネタは言わないって。ということで今日はちょっと真面目に入れる、抜く、いじる、この3つのテーマでお話をするわね。まずは1つ目のテーマ、入れる。 ARP9 や ARP556、 そしてレーダー 2.0E のこのストックパイプの中にこんな大きいバッテリーが入らないなんて悩んでる子多いんじゃない？男の子ってせっかち。いいわね、ゆっくりやるわよ。まずは蓋を開けます。そして配線を取り出します。バッテリーを入れたらくるっとこう線を巻くようにするのね。基板をゆっくりと入れます。この四角い穴の中にね、コネクターをつなぎます。ヒューズがついてない方の側から入れていきます。ほら入るでしょ。ヒューズを横に入れたらほらズボッと入っちゃった。蓋を閉めたら出来上がり。どう？続いてのテーマは抜く。 G&G のこういうタイプのストックについているキャンディーボックス、あなたは何を入れてるかしら。本来はダットサイトやライトの電池を入れるところなんだけど、あんまり使わないわよね。こういうミニマルなストックに付け替えたいと思ってる人も多いんじゃないかしら。焦らないで、この棒の部分上手に抜けるのよ。まずはですね、この部分のピンをポンチで抜いてください。えいえい。はい、抜けました。ダラーンとなります。この部分をペンチなので回すようにして抜きます。くる、抜けた。バネが噛むようになってるのね。同じようにこのピンを抜きます。回すように、バネ飛んだ。これでキャンディーボックスが外れます。あとはひたすら現状を復帰をしてください。出来上がり。ほら、抜いたらスッキリしたでしょ。続いてのテーマはいじる。お客様からのリクエストでレーダー 2.0 をいじったらこうなっちゃった。パラララララーン、じゃかじゃんって、あんまり変わってないじゃないって言ってんの誰？ M ロック対応ハンドストップ、トリガーはストレートタイプ、グリップは ARP9 と同じ羽のないものになってます。外観の変更箇所は少なめなんだけど、問題は中身。レーダー 2.0 に ETU 入れちゃいました。ピストン強化済みだから 11.1V はぶっこんじゃうわ。フルオートはこの通り早い。3点バーストもこの通りジンジン来ちゃう。セミはもちろん、皆さんご一緒にキラッキラー。入れたり出したりいじったり、楽しいサバゲライフを41と 41PX 秋葉原へ、勝利の栄光を君。